はい、ビスポークテーラー行きの小川です。本日はですね、ネクタイピン、タイバーの種類についてお話ししたいと思います。前回の動画でですね、ネクタイピン、タイバーの使い方についてお話をさせていただきました。まだご覧になってないという方がいらっしゃいましたら、説明欄にリンク貼っておきますので、もしよかったらそちらも一緒にご覧になってください。それでは今回は、タイバーの種類についてお話しさせていただきます。タイバーの種類には大きく分けて2つあります。こういったクリップタイプですね、こういうタイプと、こう差し込むだけのバーのタイプですね。このタイプ、まあこの概ねこの2種類のデザインを皆さんどちらか使ってらっしゃると思うんですけれども、個人的なおすすめは断然このクリップタイプです。その理由はですね、このバータイプに比べるとこのクリップタイプの方が圧倒的に固定する力が強いんですね。まあこうやって止めた時当然こうふわっとこう立体的な感じを出すのがこのタイバーのまあ魅力だと思うんですけども、このボディに来てるような感じですね。こういう感じでここでタイバーを止めて、こういうふうに膨らみ感を出すっていうのがやっぱりこのアクセサリーの圧倒的な魅力なんですけれども、このふわっとした立体感を長くキープできるんですね、こっちの方が。まあ、どうしてもこう動きによってもう少しずつネクタイこう落ちずれてきてちゃうんですけれども、その固定してる時間というのが圧倒的にこのクリップタイプの方が長いんですよ。それでですね、このバーのタイプもこうデザイン的にこうすっきりしてるじゃないですか。で以前はこのすっきりした感じが好きで、個人的にすごくこれ好んで使ってたんですよ。でもやっぱりこれは僕だけの感想かもしれないんですけれども、固定する力が弱いんですよね、このバータイプは。でこうネクタイ入れた時にこの隙間ありますよね、ここをこうギュッとこう手で押さえて潰してまあ使ってたんですけれども、どうしてもこれ緩んでくるんですよ。でこう刺してもこの固定する力がやっぱ弱いので、すぐこうストンと落ちちゃうんですね。でそれだけならまだしも、これ捨てるとスポンで抜けちゃうんですよね。僕の場合そのお店この中だけで普段移動することがまあ多いので、仕事してて気づいたらこのタイバーが床に落ちてたっていうこと結構あったんですよ。でお店で以前こちら取り扱ってて、ご購入いただいたお客様いらっしゃるんですけれども、そのお客様のお話をお伺いしてもやっぱり気づかないうちにこれ落ちちゃってんだと。一日仕事に外に出られてて、会社に戻ってきたら気づいたらもうタイバーがなかったってことは、もうどっかでこう気づかないうちに落とされちゃったんですよね。このクリップあごめんなさいこのバー式だとどうしてもそういうことが起こったんです。自分でも経験しましたし、実際にご購入いただいたお客様からも残念ながらそういう話をいただきました。本当にそれはすごく申し訳ないことをしたなと、まあ本当に反省点としてあるんですけれども、もうそれ以来このバー式のものの取り扱いをやめて、先ほどお話ししたこのクリップ式のものしかもそれ以降は取り扱わないようにしているんですね。まあそういった意味でもタイバーはこのクリップ式のものが個人的にはもう断然におすすめです。まあ、こちらが好きだという方はもちろんたくさんいらっしゃると思うので、まあ、そういう方は全然こっちのタイプを使っていただいても構わないと思います。ただそういった落としちゃう可能性がちょっとこっちに比べると高いので、そういったことは注意していただきながら使っていただいた方がいいかなと思います。本日はですね、このようにタイバーの種類についてお話をさせていただきました。
他にもですね、ネクタイの結び方とかちょっとしたお役立ちのコンテンツも動画いろいろ撮ってますので、そちらも説明欄にリンクを貼っておきますので、もしよかったらそちらも一緒にご覧になってみてください。以上になります。